こちらキャラクターチェンジの説明になりますね。オルシというシリーズはですね、あの画面左下の3人組、3人で戦うというところが基本になってくる、ゲームになります。頭先大家都見到一個切換角色的畫面，因為其實這一款遊戲本身是有三個角色為一組去遊玩的。はい、で今回、目玉にします真実という要素ですね。真実には3タイプありまして、まずは通常真実というのをご覧いただきます。係啦，咁同埋跟住佢就講下神術啦。其實神術係有幾種唔同嘅款式嘅。首先就第一款叫做普通神術嘅。こんな感じですね。これは先ほどのアルテミスの弓と呼ばれているものですね。係啦，咁大家都見到頭先嗰把阿提密斯嘅弓箭出現咗啦。通常真実は敵を引き寄せたりだとか。それから遠隔に敵を攻撃したりだとかっていうところで、通常のアクションと組み合わせて使っていただくのがメインとなります。咁佢都話啦，普通嘅神術其實咧，你可以拉啲敵人埋嚟啦，或者做一啲大範圍嘅攻擊啦，就可以同你平時一般嘅攻擊方法組合埋一齊使用嘅。さらにもう一つ、チャージ真実と呼ばれているものですね。こちらは R1 ボタンを押しながら三角で発動ができます。係啦，跟住頭先其實大家應該見到佢仲有一個指示畫面出嚟，叫做速力神術嘅。呢個咧就要一邊撳 R2 一邊撳三角就可以發到出嚟噶啦。こちらはダメージも大きくなってますので、ここぞという時に使っていただくようなタイプの真実になります。咁樣咧，呢個速力神術咧，佢個破壞力就會比較大嘅，所以你咧喺好危急嘅關頭就可以試下用啦。はい。で。馬も実は真実で乗ることができまして、瞬間的にもう馬に乗れます。で第三個騎乘神術呢、就原来神術你仲可以騎馬添咯喎。で先ほどのキャラクターチェンジですね、3人のキャラクターを好きに切り替えながらアクションを楽しんでもらいます。咁当然啦，仲有就系切换角色，佢而家都示范俾大家睇啦，系可以随时去更换翻个角色咧，然后去尝试晒三个唔同角色佢哋嘅玩法嘅。さらにちょっと説明が先に出てしまった。合体真実というものがありまして、こちらはですね、画面左下に合体真実のゲージ、丸い中に今半分ぐらい下から上がってきてるんですけども。あのゲージがはまると合体真実という、超必殺技みたいなものが使えます。咁最後一樣咧就係合體神術啦。大家留意到畫面個角落頭嗰度咧有個圓形嘅，咁個圓形裡面你儲到滿咗嘅時候就可以使用翻一個合體神術嘅啦。合體真実あのゲージを貯めるには、左上に今159と出てるコンボですね。コンボをうまく貯めていただくと。合体真実のゲージが溜まりやすくなります。咁样大家点样可以储到富有神合体神術用嗰条气咧？就系尽量打多啲 combo 就得噶啦。で、コンボを貯めるには、キャラクターチェンジを、攻撃のすぐ後に出すと、こう緑色の竜巻が出るんですけども、あこれですね、ちょうど出ました。これスイッチコンボと呼んでおりまして。これを組み入れていくことでどんどんとコンボが稼げますので、これをうまく使って、合体真実ゲージを貯めてもらうという流れになります。同埋頭先都咁啱好啱時間出咗一個說明啦，其實咧如果大家找啱個時機去使用一啲神術同大規模嘅攻擊嘅話咧，就有機會做到頭先嗰個交替連攻嘅效果，然後就儲到好多 combo 噶啦。これアテナの無双ランボですね。跟住呢度見到係雅典娜嘅無雙亂舞。アテナというキャラクターは、左手に持っているこのイージスという、盾なんですけども、これによって敵を石化することができます。石にできます。其實咧，大家見到佢左手拎住嗰個盾咧，係可以將敵人石化嘅。で、石になったところを、こんな風に切ってもらうと一気にバーンと、倒せるということになりますね。如果佢哋變成石頭嘅時候，你只需要一擊就可以一次過將佢哋全部打散曬噶啦。
でこちらはですね、法政という新三国武将のキャラクターですね。係啦，而家大家見到呢個咧，就係新三國無雙嘅角色法正嚟嘅。はい、まあ、あの無双というゲームはこんな風に敵の武将を倒しながらだんだんと、戦闘を進めていくというスタイルになっています。大家相信很熟悉無雙系列的人都會知道的，無雙系列的遊戲都是這樣過去打敗敵人的一些武將，然後就繼續可以進展那個故事的。じゃあ合体真術ゲージが溜まったのでちょっと使ってみたいと思います。咁大家都見到佢嗰個合體神術嗰條嗰個圓圈中間都滿咗啦，所以佢就想試下會點啦。まあこんな風な特殊な演出が入りまして、ドカンと一発倒せるという形ですね。咁大家都見到佢發動嘅時候，就會有一個好誇張嘅一個特別動畫出嚟啦，然後就可以衝擊到一個敵人嘅。啊，ちょっと下手くそですね私ね。で合体真実を出した後は今左下に、剣のマークと靴のマークが出てるんですけども、付加効果が発動しまして一時的にパワーアップするようなことがあります。大家見到呢，其實佢啱發動完嗰神術之後呢，喺角落頭度會出現咗兩個劍同埋一個藍色嘅符號㗎，咁嗰個都係會象徵佢角色係入咗一個特殊狀態裏面嘅。でですね、今アテナがだいぶやられてしまったので控えと変えまして今待機しててるんですけども、その状態になってるとだんだんと体力は回復していきます。大家見到啦，頭先雅典娜就俾人打到好傷啦，所以佢而家就換咗佢內助後部，跟住佢嘅體力就會慢慢回復翻噶啦。で先ほどのグリンブリスティ、こちらの真実をお見せしようと思います。こちらですね。R ボタンを押すとこのように、登場してきます。まずは出てきますね。大家見到頭先未示範過，話有一隻好似野豬咁嘅，咁佢而家咧就頭先撳咗大家出嚟俾大家睇下啦。はい、この狀態で四角を押すと、こちらが通常真実ですね。跟住到佢撳完長撳咗佢出嚟之後，發動攻擊，頭先嗰下咧就係一個通常神術嚟嘅。炎が待機状態になりまして、敵に近づくと勝手に炎が飛んでいくというような仕掛けになってます。咁基本上都係首先準備咗你嗰件神器喺度啦，然之後接近敵人之後就可以發出嚟噶啦。さらにチャージ真術の方はですね、こんな風にですね、先ほどのイノシシそのものになって戦えるという形ですね。係啦，呢個咧就係頭先佢都提到會好勁嘅一個速力神術嚟嘅。これ一定時間で戻るということですね。咁就見到一氣咁收拾咗好多敵人啦。じゃあちょっと頑張ってコンボを貯めてみたいと思います。咁佢都想練一練コンボ先嘅。あ、減ってしまいました。コンボはですね、ダメージを受けるとゼロに戻ってしまうので、うまく敵の攻撃を避けながら。攻撃自分の攻撃を当ててもらうというふうになりますね。咁其實大家都留意到啦，其實今次咧，佢哋個系統上咧，如果你一俾人打中咗，你個 combo 就會由零再開始噶啦，所以大家攻擊嘅時候都要小心防守啊。はい、千まで行ったのにまた戻ってしまいましたね。佢見到過去，其實佢過千啦，不過大家有勁嘅話，仲可以繼續練嘅。でもそうやってるうちに合体真術ゲージ溜まったので、もう一回使ってみたいと思います。不過咧，與此同時，大家都見到佢又儲滿咗啦，所以又可以再放多一支合體技出嚟啦。はい。で、こんな風にいっぱい集まってきたものがあるんですけども、ここで成長するための経験値であったりとか。まあお金に相当するようなものだったりが手に入りますので、積極的に使ってほしいと思います。咁同埋頭先大家都留意到啦，佢打低敵人嘅時候，其實係會得到一啲金錢同埋經驗值嘅。咁之後咧，大家都可以活用翻呢啲嘢咧喺你嘅遊玩對面嘅。さらにですね、真術には、キャラクターそれぞれ固有真術と呼ばれるものがあります。
另外咧，除咗話靠神器發動之外，仲有咧有一啲叫做固定神技嘅一樣嘢咧，就是固定神術嘅一樣嘢咧，就是、一啲特定嘅角色會有嘅。これはですね、あの先ほどの170のキャラクターそれぞれに1ずつありますので、それを全てのキャラクターの分を楽しんでもらうだけでも、お楽しみいただけるのかなと思ってます。其實呢我們今次有170個角色，他們每個人都會有自己的神術的，都希望各位玩家可以發掘一下不同的角色、不同的神術怎樣玩法。例えばこちらの服部半蔵ですね、これ忍者のキャラクターなんですけども、固有神術を使うとこのようになります。咁例如啦，而家畫面上面就係服部半藏啦，係一個忍者角色嚟嘅。咁頭先就使出咗一個固有神術去俾大家睇翻啦。分身して一気に、集中攻撃することで、あの先ほどは雑魚にあったんですけど、武将に対して非常に有効な技になります。咁頭先嗰個其實可以穩住啲敵人之後做一個集中嘅攻擊嘅，所以咧如果你對住一個頭目嘅話咧，其實都會相當之有用噶。そして、法政のグリーンブルースティの固有神術はこちらですね。跟住再嚟試下法政會點啦。先ほどのイノシシをこうマタドールのように、やりまして、イノシシが突撃していくというような形になります。大家都見到隻野豬就周圍衝嚟衝去，幫佢打得咗好多敵人噶。Like and share if you enjoyed the video and think others might benefit from this. And of course, subscribe and hit the notification button if you are new to the channel and want to be notified every time I post a video.